れ SD カードの中のデータがなくなってる。なんで？どうも、こうです。本日もですね、動画のご視聴ありがとうございます。今回ですね、まあ、オープニングの動画の方を見ていただいたと思うんですけども、まあ、温かい目で見ていただけたら嬉しいです。その中でですね、やっぱり写真を撮りに行って、データが消えてしまった。もしくはですね、パソコンに移したデータが消えてしまった。もしくはですね、間違ってそのですね、SD カードの中のデータをフォーマットしてしまって消えてしまった。パソコンの中のデータを削除してしまって消してしまった。まあそういったことがですね、なきにしもあらずだと思います。まあ私個人的にはですね、SD カードのデータが消えてしまったとか、パソコンの中のデータが消えてしまったっていうことはですね、今までないんですけども、まあ定期的にですね、SD カードを交換したりとかですね、まあ、パソコンのデータはですね、いろんなところにバックアップ取ったりしておりますので、まあ今のところそういったことはないんですけども、ただですね、まあ、間違って中に入っているデータをフォーマットしてしまったっていうのはあるんですよ。 SD カードの中ですね、まあ、それは写真もありますかね。写真もまあ個人的なものっていうのはですね、たまにそういったことがですね、間違ってフォーマットしてしまって消したことがあります。まあ、仕事の中のデータっていうのは必ずその日のうちにパソコンの方に移してバックアップも取るっていうところがですね、まあ、必ずやってるところなんですけども、趣味のですね、写真をですね、撮った時っていうのはですね、まあそのままですね、カメラの中にですね、 SD カード入れたままポンとですね、防湿庫に入れて、まあ、2、3日経ってからですね、まあちょっと写真を撮りに行こうと思ってフォーマットした時に、あ、そういえばこのデータ移してなかったなっていうところがですね、あります。まあ、これはですね、本当はやっちゃいけないんですけども、そういったところでデータを消してしまったとかですね、例えばこの YouTube 撮った動画もですね、1回、2回ぐらいですね、消したことがあります。間違ってフォーマットしてですね。まあ、そういったことがあった時に、めちゃくちゃ悲しいですよね。悲しいですし、まあ、そういったですね、まあ、フォーマットしてしまった以外にもですね、やっぱりデータって消えることがですね、あるんですよ。SD カードがですね、古くなってきたとかですね、まあ、ちょっと良くない SD カードを使ったとかですね、そういった場面でですね、まあ、消えてしまうってことはですね、なきにしもあらずなので、SD カードのデータが消えてしまったら、SD カードをですね、まあ、メーカーの方に送って復旧してもらうっていうですね、手はあるんですけれども、まあ、メーカーによってはですね、その復旧できないものがあったりとか、SD カードのデータがですね、必ずしもその復旧できるっていうわけではないんですよね。で、しかも時間もかかりますし、送る手間もかかりますし、期間もですね、どのくらいの間でですね、復活できるのか、もうそれもですね、復活できるのかどうかもわからない状態で送らなきゃいけないっていうところがあります。で、仕事でやっぱりですね、そういったデータが消えてしまった時に復旧で送って、データがですね、どうなるか、復旧できるのかどうなのかっていうところがですね、確認できるまでに日にちがかかるとですね、やっぱりそれはですね、ちょっとまあ、問題になるかなっていうところで、まあ、できればすぐにですね、これが復旧できるのか、もう一回撮影したいのかっていうところもですね、まあ、すぐ分かりたいっていうところがあります。なので、これが復旧作業っていうのが自宅でできるとめちゃくちゃいいと思いません？まあ、データを復活させるソフトっていうのがですね、まあ、世の中には存在してるんですけども、めちゃくちゃ高かったりするんですよね。高かったりして、で、実際に使ってみて復旧できなかったりとかですね、まあ、こともですね、あると思います。で、その中で今回ですね、ちょっとご紹介したいのが、イーザソフトウェアっていう会社のですね、まあ、この復旧ソフトなんですけども、これですね、年払いでですね、まあ、使うことができるんですけども、ほとんどのですね、データっていうのは復旧することができますし、もちろんですね、無料の分もあります。で、無料の分っていうのはですね、まあ、復活できるデータっていうのが2ギガまでとかですね、制限があるんですけども、これ次のですね、プロになってくると、まあ、この制限がなくなって何でもですね、どんだけでもデータをですね、復旧できるっていうですね、ものになっております。なので、まあ、無料のですね、分だけ使っていただいて、それでお試しで使っていただいて、あ、このソフトめっちゃいいなっていうふうに思ったら、まあ、プロの方にですね、まあ、年払いのですね、方に切り替えていただければすごくいいかと思います。で、このですね、ソフトウェアについてちょっとですね、ご紹介をしていきたいと思いますので、よかったらですね、最後までご覧いただけたらと思います。はい。で、今回ですね、紹介するソフトっていうのがですね、イーザスデータリカバリーウィザードっていうですね、ソフトになっております。で、このソフトっていうのがですね、すごく、まあ、簡単なんですよね。で、私ですね、まあ、Mac 版を使ってるので、Mac の方のですね、お話をしていくんですけども、一応ですね、フリーのものがあって、まあ、無料の分っていうのはですね、まあ、2ギガまでデータをですね、復元可能っていう形になっています。で、削除とかフォーマットしたアクセスできないデータをですね、復元できるものになってますし、
まあ、タイムマシンのですね、バックアップから復元することもできます。Mac の場合ですね。で、削除、非表示、紛失した、ローパーテーションからのファイルを復元もできるっていうことで、無料の分でこれができるっていうところになっております。で、プロになってくると、まあ、大体1万2000円ぐらいになってくるんですけど、これがですね、まあ、復旧できるデータっていうのが制限がなくなります。で、先ほどの削除フォーマットしたアクセスできないデータも復元できますし、タイムマシンのバックアップからの復元もできます。まあ、これだけで本当に十分なんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、この上にですね、テクニシャンっていうものがあって、それがですね、4万円ぐらいするんですけども、まあ、本当にですね、このプロの方で十分かなっていうところになってきますね。これでほとんどの媒体っていうのは全部データですね、いくらでも復旧できるっていうところになってますので、これだけあるとですね、十分かなっていうふうに思います。で、まあ、復旧の方法なんですけども、例えばソフトを起動させて SD カードを挿すとですね、それが画面上に SD カードとして出てきます。それをですね、まあ、スキャンしますかっていうところでスキャンするとですね、データをプレビューして、まあ、復旧させることができます。すごくですね、使い勝手が良かったです。で、導入企業なんかもですね、まあ、ヒューレットパッカードとか、サムスンとかですね、あとはですね、マイクロソフトとかヤマハとかですね、トヨタとか三菱とかですね、まあ、いろんな大手の企業があります。ソフトウェア私もですね、使ってみててですね、例えば、SD カードのですね、データをフォーマットして、そのですね、SD カードをスキャンしてみたんですよ。そうすると最近のデータではなくて結構過去のデータまで復旧ができたんですよね。これがすごいなっていうふうに思いましたね。結構何回かフォーマットしてるのにそれでもデータが残ってたっていうところはですね、まあすごく嬉しかったですよね。それができるっていうことがですね、もし消えてしまってもある程度のデータを復旧できるのかな、もしかしたらフォーマットしてしまってもほとんどのデータが復旧できるかなっていうところがですね、まあすごく安心安全なところでですね、まあ、このソフトを導入すると、まあそういったところがあります。なかなかですね、まあ、年で1万円以上払うっていうのが大変だと思う方はですね、この無料版を使っていただいてもですね、全然 OK だと思いますし、いざデータが消えてしまったっていう時にですね、このソフトを、まあ、ダウンロード、プロの方をダウンロードしてから全部のですね、データを復旧してしまうっていう手もですね、あるかと思いますので、その辺はですね、ケースバイケースで使っていただければすごくいいかと思います。はい。なので、まあ、いざという時に、まあ、データが消えてしまった、あ、困ったっていう時にですね、このソフトがですね、あるっていうことだけ知っていただければですね、すごくいいのかな。もしくはこのですね、まあ、無料版を、まあ、定期的に使っていただいて、まあ、その使用感っていうのをですね、感じていただいて、その中でいざという時にですね、あ、このプロっていうのをですね、ダウンロードして、ちゃんとですね、データを復旧させようかなっていうところまでですね、行っていただけるとすごく使い勝手がいいのかなっていうふうに思っております。まあ、私もですね、データをフォーマットしてしまったっていうことがですね、あるので、そういった時にですね、やっぱこのソフトがあったらですね、その時フォーマットしてしまったデータをですね、復活できたかなっていうところがですね、あるので、まあ、早めにこれ導入すればよかったなっていうふうに思っております。はい。なので、まあ、データがですね、どうしても消えてしまうのが嫌だとかですね、消えてしまったっていう方はですね、このソフトのですね、まあ、導入を検討していただけるとすごくいいかなっていうふうに思います。まあ、これですね、 100% ではないので、まあ必ずしもデータを復旧できるわけではないんですけども、今のところ私が試した中ではですね、ほぼ復旧できたので、その分に関しては結構信頼性は高いのかなっていうふうに思っています。逆にですね、これデータ消えないんだなっていうふうに思いましたね。完全にね、これは逆にそれも怖いですよね。データそうですね、 SD カードとか必ずなんかこう壊して捨てる方がいいのかなっていうふうにですね、思いましたね。こういう復旧ソフトで何でもかんでもですね、復旧できてしまうっていうのは逆にちょっと怖いなっていうふうに思って、まあそういったですね、HDD とか SSD とか USB とかですね、SD カードっていうのを破棄するときは必ずですね、まあ破壊してしまうのが一番いいのかなっていうふうに思いました。まあこれだけですね、精度が高いと、まあ何でもですね、復旧できてしまうっていうところでですね、ちょっと怖いなっていうふうにはですね、思ったので、まあそういったですね、SD カードとか破棄するときは、まあ壊してしまうっていうのが一番いいかなっていうふうに思いました。ただですね、これデータ、自分がですね、大切なデータを復活させるためにですね、何でもですね、このデータを復活できるっていうのはすごく嬉しかったので、まあその辺はですね、今後もですね、このソフトを使っていきたいと思いますので、まあリスクをですね、回避するっていうためにはですね、必要なソフトになってくるかと思いますので、よかったらですね、皆さんもこの辺参考にしていただけたらと思います。
はい、というわけでですね、今回の動画はですね、ここまでになっておりますので、よかったらですね、この辺参考にしてみていただけたらと思います。このチャンネルではですね、いろんなカメラに関するですね、お話、写真や動画に関するお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。